オーボです。オーバランチャンネルへようこそ。今日はですね、むちゃくちゃ暑いです。このキラキラと降り注ぐ太陽の下ですね、私走っているわけなんですけれども、今日名古屋は最高気温40度を超えるそうです。というか今超えていると思います。午後の2時ですね。この地面の照り返し触ってみると暑さ、デラチンチンですね。デラチンチンのこの地面の上はですね、もう45度ぐらいあるんじゃないかというほどね、むちゃくちゃ暑いわけなんですね。お前そんな中何やっとんだと、外出てお前危ねえだろということなんですけれども、いやね、言ってもね、ハワイで毎日走ってますので暑さに対してはね、慣れてると思うとかそんなレベルじゃないんですよ。慣れてないんですよ。この過信が一番ダメね。まあ、ということで、慣れてないね。ハワイで行ってもね、高く行っても32、3度かな、そんなレベルでヒーヒー言ってる私がですね、40度なんて体験したことがないわけですよ。なので逆に体験してみたくなりまして、私専門家として十分に注意を払い、対策を練った上で安全に今撮影をしています。というか撮影をするために今外に出て走っているわけなんですけれども、めちゃくちゃ暑い。全国的にね、この酷暑日が続き、梅雨も終わり、大変なこのタイミングなんですけれども、最近ですね、暑さ指数というものに目にする、耳にする機会がありまして、その隣にですね、 WBGT というこの4つのアルファベット、皆さん見たことがあるでしょうか。 Wet Bulb Globe Temperature っていうんですね、WBGT。 これはね、暑さ指数というふうに日本では訳されているんですけれども、これは何かというと、 WBGT も摂氏何度で表されるんですね。ただこれただの気温ではないんですね。計算をするときに気温と、あとは湿度、そしてこの太陽からの受ける熱射量、こちらを加味した上で出される数字なんですね。なので普通の気温とは違うんです。これね、 WBGT はですね、同じ気温、例えば33度でも湿度が 50% の時と湿度が 70% の時では、 WBGT は当然湿度 70% の時の方が高いわけなんですね。なのでより熱中症になる可能性が、危険性が高いということで、危険性を表す指数としてね、よく使われるんですけれども、このね、 WBGT っていうのはですね、この環境省、そして気象庁かが出す全国的なね、平均的な数字なんですね。なのでこの場所とか環境によってだいぶ変わりますので、最近ではアマゾンとかでこの WBGT を計測する機械がね、3、4000円で売っていると思いますので、それをね、学校だったりね、先生ね、部活だったり、あとスポーツチームがこう1台持っててね、測れるようになると、そしてもし危険だったら時間をずらしたりね、休憩を増やしたり、練習を中止にする一つの指標にね、できればなってもらえればなと思うんですけれども、この WBGT ね、非常に大事ですよね。熱中症ね、今すごいです。このね、 WBGT がですね、31度を過ぎるとですね、危険、この真っ赤っかですよね、もう危険なレベルで、33度を超えると熱中症警告アラート、熱中症警告アラートっていうね、このものになるわけですね。もう赤を超えたやばいやつですよ。それが今日なんですね。今日は熱中症警告アラートが出ています。そんな中私走っているんですけれども、このね、41度ありながら湿度は低いんですよ。実は多分湿度は 45、6% だと思うんですけれども、めちゃくちゃ暑くて湿度が低いっていう時はね、すごく分かりやすいんです。だけどこの先週みたいに気温は33度ぐらいだけども、湿度がね、70%、80% あるっていう時がやばいんですよ。これがね、判断が難しくて、こちらの判断をするためにもですね、この WBGT、暑さ指数っていうものに注意をする必要がありますね。ということで、今日はアスレチックトレーナーっぽくね、お送りしてみました。一つね、二つか足したいんですけれども、熱中症というのは、病気の時、体調が悪い時にかかりやすいというふうに言われていますので、体調が悪かったらね、
エクストラで注意していただきたい。あとはですね、もうすでに熱にやられてしまう経験がある方、もう熱っぽい、もしくは熱中症の手前になってしまった方なんていうのは次にかかる可能性が高くなりますので、エクストラに注意していただく可能性がありますね。ということで、これ非常にこれから重要になってきますので、ぜひ皆さん注意して安全にランニングをしていきましょう。今6キロ走ってます。走った方がね、ちょっと風が当たって涼しいんですけど、それでもめちゃくちゃ暑いです。まあただ今年は特にね、突然暑くなりましたので、体が慣れてない状況でこの暑さはね、かなり来ると思います。この暑さに順応するのに2週間は必要だというふうに言われているので、その点私はまあ涼しいですけども、これよりはハワイでね、体がちょっとは慣れてるのかなというふうに思います。なので、この本番の夏に向けて2週間以上かけてゆっくりと暑さに慣らして安全に走っていきましょう。しかしね、梅雨明けで20年ぶりに梅雨明けを経験したんですけども、このセミが鳴いていない夏っていうのもなかなか珍しいのかな。ちょっとさっきね、セミみたいな声が聞こえましたけれども、まだセミは鳴いていません。ということで、また